7番です。8番どうぞです。9番どうぞ。どうぞ。8番さん気になったんですけど、どうしたら魅力ってそんなに下がるんですか？やばっ4桁ブロックしよう。ライン ID さらしてこよう。よろしくお願いします。痛くも痒くもありませんので。そう言ってられるのは何日持つかな。アカウント消えるまでさらし続けますね。残念でした。やります。よろしく。ブロックしたからには僕はもうガチでやるんで、さっきは嘘でしたけどもうガチでやるんでよろしくです。こいつにルームマスター行った。だから何なの？8番さん、それ犯罪ですよ。私、生放送してるんで、通報しますよ。言っとくけど。警察で家に来るんで、やめてください。警察で家に来ますよ。本当に。犯罪なんで、やめてください、どうぞ。言っとくけど、つけてんじゃねえぞ、お前。家に警察来させるぞ、お前。ふざけてると出てくる。詳しく食べてくる。違う、ちょっと違う、ふざけてんじゃねえ。よろしくお願いします。お前、口だけなのかよ、結局。ダセーな、お前。黙れて。相手するから調子乗ってんから、黙れて一回。急いで。喋るな、そんな3人で。ちょっと出てかないと。はったりかな、うわ、ダセーこいつ。そうだせー。あいたし。あらら、警察、家呼ぶぞとか言って、結局できないんですか、わら。いや、せんけれど。犯罪だというのであれば、どのように犯罪なのかっていうのを具体的に教えてもらってよろしいですかって聞いたんですけれど、返答がないですね。返答してもらってよろしいですか、どうぞ。あの悪いやつ多いですね。人狼やんない方がいいですよ。人狼って頭使うゲームなんで、君ちょっとセンスないからね。向いてないですよ、人狼。何するのか教えましょうか、どうぞ。どうぞ。声出して喋ってみれよ、お前。ボフィチャ人狼なのに何お前チャットコツ、ポチポチやってんだよ、お前。どんだけお前らは。声出せ、声。腹式呼吸で腹の底から声出せ、ほら。あ、すいません。8番さんいいですか、ちょっと喋っていいですか、僕。え？あ、僕、喋っていいですか？だから何？ちょっと人狼したいので、9番さんから転校お願いしてもいいですかね。シングさんですか？8番さん、ルールマスターなんで、ちょっと転校お願いしてもよろしいですかね。じゃあ、ちょっと1番喋って。はーい。一緒1番。こういう時喋んだな、さっき書いてなかった。3番、真面目不良です。4番さん、どうぞ。ボンデリングでーす。お願いします。人狼成人で、7番さんどうぞ。そのネタ古いわ。7番さんどうぞ。このネタ古いわ。人狼成人です。よろしくお願いします。ルール説明しようかなと思ったんですけど、逆にちょっと陰キャが多いんで、ゲームは始めません。陰キャとはやりたくないんでね。ごめんね。あ、ちょっと、僕、ちょっと話したいんですけど、まあ、8番さんみんなに陰キャって言ってるんですけど、この村で一番陰キャっぽい喋り方、わらとかなんか言ってる時点で、8番さんが一番陰キャっぽいんですけど、その辺どうですか？どうぞ。思いませんね。陰キャってどういうものかご存知ですか？どうぞ。陰キャっていうのは分かってます。そしたら皆さん多数決取りましょう。陰キャと思う人は、8番か3番、どっちか皆さん、番号で、書いてください、チャットで。お願いします。バカにしてる方がいいよ。ちょっと割れてますね。してる方なんですけれど、これでも陰キャなんですかね、どうぞ。ちょっと陰キャっぽく見えます、どうぞ。なんだ、よかった。お前、すごい陰キャっぽく見えるよ、わら。いや、あなたも結構陰キャっぽく見えるよ、竹。
言ったじゃん。なんですぐに変わったの？ちょっと説明お願い、どうぞ。え、ちょっと聞こえなかった。もう一回お願いします、どうぞ。から結構になってしまったのって言ってるの、どうぞ。いや、もう一応、最初だけちょっと聞こえなかった、どうぞ。ちょっと陰キャって言ってたんだけれど、陰キャっぽいって言ってたんだけれど、今は結構って言ったよね。なんでかな？それはね、不安、不信からね、確信に変わったんだよ、お前。不信から確信に変わったんだ。でも、君は確信に変わったはずなのに、陰キャっぽいっていう表現をしてたんだけれど、それってまだ断定してないんじゃない？どうぞ。はい、気持ち悪い喋り方どうぞ。返せない、早い論破。でも、ジャッコ、8番マジジャッコ、ルームマスターのゲーム始めないで。斉藤さんかよ、このゲーム。どうぞ。診断があれば、なぜ陰キャっぽいっていう発言をするのかな？陰キャだって言えばよかったんじゃないですか？いや、ちょっと8番さん、ちょっと、かわいそうかなと思っちゃって。で、ちょっと、バカを殴ってしまって。悪いね、バカ。すいません、バカで。本当に申し訳ないです。でも、8番さん、あなた、結構バカに見えます、どうぞ。か？あ、お前、もう発言権ねえから、バイバイ。バカに見えるの？どうぞ。マスターになっちゃいました。8番さん、キックしてほしいと言ってください。言ってないけど、バカに見えるバカ。もう俺に論破されてんとか出せ、お前。お前からすれば俺のこと大したことないって見てんだろ。そんな大したことないやつに、お前は論破されてんだよ、バカ。お前のが下な。わら。まあ、すいません、論破っていうのは大、ちょっと待てもう8番釣ろうぜ、マジで。ああやだ、8番。確認してください。お疲れ様でーす。よろしく頼むぞ。あ、とりあえず、もう8番殺しましょうよ、これ。殺しちゃっていいっすよね、これもう。ぶっ殺しちゃってやっちゃいましょう、これ。もう関係ないですよ。こんなインキャワールドいらんわ。8番。8番。発言してください。いや、バカだな。オルフティニだってゲームから抜けたいと思ってたし、そもそも俺釣るってことだったんでしょ。じゃあ俺からすれば噛まれた方が一番よくね、バーカ。もう最後にこうやって喋ることができる、うん、まさに俺の望んでたことをしてくれたよね。ラジコンお疲れ。で、多分頭悪いからお前。まあ俺は頭いいからね、3番みたいなチンパンね、すぐ論破したんだけど、出直しておいで。俺に勝てるやつなんていないから、お前。チャットでポチポチしてるよな、口でね。俺に、ほら、こうやってね、言ってこれやついないでしょ。雑魚なんだから、お前ら。陰キャなんだから、俺、ちゃんとやってんだろ。ほら、かかってこい。いつでもボコボコにしてやんぞ。論破するぞ、お前ら。いやー、他のとこ行こう。のプレイヤーは発言してください。いや、これは割と人狼ないっすかもしれないですね。うん。で、まあ、このまま続けるのかな？まあみんな。続けるなら続けるでいいですけどね。まあちょっとムラフリですけど。うん。じゃあ、まあ一巡目なんで、考察落とせません。出す殴りも好きじゃないんでしません。次。一番。みんな抜けないで見てたのが一番面白かったよ。すごいなと思った、みんな。自爆する。うん。でもね、やっぱね、3番さんがじゃあ、人狼なのかな？ 8 番さん、死ねって言ってたからね、ずっとね。うん。真面目に言おう。もう、荒れちゃったし。発言してください。はい、もうこれ、8確定ですね、もう黒。はい。ということで、もう、このゲーム終わっちゃってもいいんじゃないですか、もう。多分、運営さんと思ってる、もう終了しちゃってもいいと思いますよ、これ。まあ、あと村人です。まあ、でも続けるんで、続けていい。え？